じゃあどういう時に逆関数があってどういう時に逆関数がないかっていうようなことは、数学が専門の人はすごい興奮して語るわけですけれども、まあ多分みんなこのくらいのことを知っていればいいんじゃないかな。F が1対1なら1対1の写像とか単写とかってもしかしたら基礎数学で出てきたかもしれないんだけど、1対1の写像なら逆関数がある。つまりね、定義域地域なのね。1対1の関数っていうのはどういうものかというと、ここにこう、さっき数字でまあやってたんだけど、リンゴやみかんでもいいから、まあちょっとこう丸で書きますね。で、この時に、対応関係っていうのが、こうだ、なんかこうなってたらいいわけ。で、ここに仲間外れがまあもっといてもいいんだけど、この定義域から行く先が一本の矢印しか受け取ってないような状況のことを1対1ですよね。この人たちとこの人たちは1対1の関係ありますよね。こういう状況だったら逆関数が作れる。まあ当たり前ですよね。こうなってたらこの人にこの人、この人にこの人を対応させればいいから、逆関数あるわけ。あれだったらまあそういうふうになってたわけね。あっちのさっきの最初にやった例だった。それに対して1対1じゃない例っていうのはどんな例かっていうと、こうなってるんだけど、その他に。この辺の人たちからもこう来てるっていうような場合だね。まあ個人仲間外れがさらにいてもいいんだけど、こういう時は1対1じゃない例なのね。これはだから逆関数があるためにはこうじゃなくてこうである必要が、まあ、それは当たり前だよね。こうなってたらさ、この人戻るときにどっちに戻っていいか分かんないわけだよ。だから逆関数があるのはこういう場合じゃない。実際この例ではそうなってたわけ。このさ、この値とさ、この値が同じ y の値に来てるでしょ。だからこのグラフっていうのはあの図で言ったら下の方になってて1対1じゃないから逆関数はない。とは言ったものの、それじゃあつまんないから、こう1対1じゃない関数でも無理やり逆関数を作る方法っていうのがあるんですよ。それを今から言いますね。まあこれが合コンだとするとさ、まあどっちがハッピーな状況かっていうのはよくわかんないっていうか、まあどっち側にいるかによって多分違う。あ、なんかいろんな意見があるようなんですけど、はい、後で聞きますね。変わるんだけど、こういう状況の時に逆関数を作る方法っていうのは、まあこの辺の人たちを抹殺すればいいわけよね。だからそれを数学のおとなしい言葉で言うと、1対1じゃなくてもなくても定義域をうまく制限すればいい。こっちが定義域じゃん。定義域をなんか人為的に小さくしてやればいい。あ、なんか一気に義っていう字が書けなくなったんですけど、こんな感じかな。定義域を制限すればよい、すれば OK。
定義域を制限っていう意味はどういうことかというと、すいません、ちょっとこの辺喋り中心で板書の順番に行ってないんですけど、っていうのはその前の方にちょっと手を加えちゃったりするんですけど、要するにこの人たちが嫌なわけで、この人たちはちょっと仲間外れねってして、定義域はここだけねってしたらさ、この人とこの人だけでハッピーになれるじゃんね。そういうことをすることはできた。だから問題を変えちゃってるんですけどね、この人たちはもういないと思ってね、それはこの例で言ったらどういうことかっていうと、 fx イコール x2 乗、ただし定義域は x が正に限0か正に限るとかするわけよ。そうすると逆関数はあって、この時は f インバース x イコール、さっき言ってくれたようにルート x で済むわけ。図的に言うとどういうことをやってるかっていうと、もともとの関数これがあるんですけど、これのうちこっちの世界はなしねってしちゃうわけ。そうするとさ、こう折り返した時のこれもないでしょ。そうすると逆関数ある。それがルート x。 だから、こういう問題は出てもいいわけ。定義域をここに制限したこの関数の逆関数は何か。じゃあ逆にね、別に正のとこだけが偉いわけじゃないので、定義域が仮に x が0未満のとこに制限したと、こういう問題が出てる。 f イコール x 2乗を x が0または負に制限した時の逆関数は何か、そういう問題を考えてみると、それはこのグラフがこうなるから、こっちだけだから、これの逆関数っていうのはこの部分だけになるわけね。これはマイナスルート x だから、すいません、そっち側ちょっと影になったの。 f インバース x イコール、これ同じ問題が出たとしたらですけどね、イコールマイナスルート x だから、この手の問題があった時にはこういう解き方でいいんだけど、やっぱこういう解き方でいいんだけど、これ定義域に制限がついてるような時はそれを使ってこのプラスを取るかマイナスを取るかを自分で考えて、どっちかを選んだらまあ答えが出るわけ。まあ今回そういう問題も何個かあるので、演習の時間に慣れてくれればいいですね。例えば、今日の例えば 2.3 とかは逆関数を求める問題だよね。それから まだ説明してないけどね。例えば 2.1.2 とかは逆関数を求める問題。まさにそういう今やってるような問題だね。じゃあ、ちょっともう1時間ぐらい経ったんですけれども、ちょっといくつか連絡事項をやりますね。これ配った紙ですね。最初にも言ったんだけど、今から2回後にプチテストをやるんだけど、別にそんな心配しないで、もうすぐ掲示出します。それから、この辺は飛ばして、そう、後ろで
今ビデオを撮ってくれてる人がいますけど、それはこういうところから見られます。これ僕のあの微積分の授業なんですが、のページなんだけども、その例えば前回だったらここじゃん。ここに行くと、こういう情報メディアセンターで作ってるページに行って、ここで多分ここで見れるかどうかはちょっとよくわかんないんだけど、多分見れるんじゃないか。お、なんか叱られてますね。お、プロキシー設定が正しく皆さんの家からは正しく見えます。はい。ですけど、まずいところを映したりはしてないのでご安心ください。というわけで、ここ復習に使えます。それから、最近、流大のメールアドレスって新しくなったじゃんね。で、そこのアドレスをまめにチェックしてる人は、気づいたかもしれないんですけど、僕から変なメールが送られてます。それは何かっていうと、クイズの採点結果を僕がそのなんか、コンピューターに入力していて、その結果が自動的に送られるんです。まあ、クイズ最終的に返却するから別にそのメールいらないといえばいらないと思うんですけど、どのくらいできてましたっていうのが送られてますので、でもこのメールはだから別に変なメールじゃないんで気にしないでください。明日まとめて今日の分とまとめてお返しします。そんなところかな、連絡事項は。はい。じゃあ次にですね、まだもうちょっと続くんですけども、じゃあちょっと教科書を写しますね。あ、教科書を写すんでちょっと取らない方がいいかな。さっきさ、指数関数の逆関数は対数関数だとかやったじゃん。で、じゃあ他にみんなが知ってる関数の逆関数ってどうなってるのっていうのが気になるわけなんですが、教科書を見てもらうと、例えばこの辺で見てみましょう。三角関数は皆さん覚えてますかね。 sinx cosinx ってさ、こんな関数だったよね。これの逆関数とか当然あるわけで、あ、いいかな。さあ、まず基本なんですけど、はい、サインコサインの定義はいいよね。こう単位円があったときにさ、この横側の方がコサインで縦側の方がサインだよね。でそれをグラフに書いてやるとこうなって、でラジアンで測ってるから 2π で一周するとまた同じ値になるから、こう繰り返しのグラフになるんだけど、この関数って1対1かな、1対1じゃないかな。1対1の定義、何個ものものが1個の値に来るときは1対1じゃないんだけど、例えば sinx イコール、なんだろう、例えば sinx が0になるような x って1個しかないかな、それともたくさんあるかな。たくさんありますね。このグラフで見てもらったら分かるけど、sinx はこのグラフが 3x だから、ここ以外にも、こことかここで、0になってるわけね。だから、これは1対1じゃないので、ほっといたら逆関数がないわけ。だから、これの逆関数を考えようと思ったら、ここの1対1じゃなくてもなんたらかんたらっていう話に訴えなきゃいけないわけよ。で、今からその話をやります。で、その結果のグラフっていうのが、その結果出てくる逆関数っていうのは、実は、みんながあんまり見たことないかもしれない、こんなグラフになります。今から25分ぐらいあるんですけど、みんなは今日これを覚えて帰りますからね、いいですかね。で、僕今からグラフ書くんだけど、もしあんまり綺麗じゃなかったら、その教科書の図を見ながら写してもらったらいいかも。